N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきましょう。今回ご紹介するのはこちら、ハッシュタグ5分間の夏休み極上のフカリラキャンペーンカフェオーレグリコです。パッケージの二次元コードを読み込んで5分間の極上トリップツアーに出かけよう。さらに対象商品を3点購入したレシートで応募いただいた方の中から抽選で500名様に極上のフカリラ5分間砂時計をプレゼントするキャンペーンです。それではレッツさん解説お願いします。はい、忙しいあなたに5分間の夏休みをお届けしますというストーリーでスタートするデジタルプロモーション。その5分っていうところにリラックスしてねと。で、まあちょっと面白いインセンティブで1本購入で必ずもらえる5分間極上トリップツアー、これが耳で聞くバーチャル世界旅行っていうものがもらえると。まあ現地の音とともにリラックスできる旅行気分が味わえるみたいなことが書いてあって、でまあこれトリップツアーを視聴することがまずできます、ここではね。でまあなんか音声が流れますよ。ここはノルウェー、静かな森の中です。まあ、こんな優しい朝の日差しが、旅行気分の音がちょっとだけ聞けると。でこちらカフェオレ、これを買って、でこの極上フカリラキャンペーンって書いてある QR の部分を読み取ると極上トリップツアーが見れるんですね。なんかせっかく買ってきたんで読み取りましょう。よいしょ。でここから行くと、まあ、さっきと同じようなメインビジュアルが出てくるんですが、極上トリップのところはゴーになっていて、ポチッて押すと極上トリップツアーが見れると。まあこういった音声プログラムが見えます。はじめに5分間の極上トリップツアー、イヤホンをつけて楽しもうというところで、まあガイダンスに従って呼吸を整えて深くリラックスしてカフェオレを飲めば5分間で極上の状態になれるというようなものになってます。でツアー選択を押すと、まあ、いろいろとわーって出てくる。で気分からの選択ができて、まあ、リラックスしたいとか一人旅とかデトックスとか、まあ、そういったもののハッシュタグがついていて、まあ、気分に合ったコンテンツ、音声コンテンツを聞くことができます。で、まあ、疲れを癒したいとかだとモルディブのエメラルドグリーンと海と一つになるとか、ウィーンの世界一美しい図書館で雨の音を聞く午後みたいな、こういった旅先の情報が出てきて、これをタップして音声を聞くと、5分間の極上トリップツアーにようこそ。音声カフェオレを近くに置いてくださいようになると。リラックスして想像力を高めて、なかなか準備はいいですか。音声コンテンツをこういった形でツアーに出かけましょう。旅行にしてしまうのは非常に新しいですよね。まあ、こういった内容が旅行に行くっていう感じの音声が聞けるという感じです。でもう一つが3本購入して5分間砂時計が当たるっていう、こう LED で光るような砂時計がもらえるものです。まあこれは普通にレシートキャンペーンで3本買ったよ買ったよ。カフェオレ、久々にカフェオレって見ましたね。カフェオレを買いまして、ここにレシートちゃんとございますんで、せっかくだから投稿してみましょう。カフェオーレ、カフェオーレ、はい、ホームページでレシート写真を撮る、まあ、これですね。3本買って応募、まあ、こちらは、まあ、普通のウェブ投稿キャンペーンって感じですね。で最後レシートを取って送信、3個買ったやつです。おお完了。まあこんだけですね。まあこれでレシートキャンペーン参加できるっていう感じですね。まあ、Spotify がポッドキャストに力を入れてるとか、クラブハウスが流行ったとか、まあ、各社 SNS が音声配信を導入したとか、まあ、最近のスラックがハドルミーティングを入れたっていう、まあ、音声コミュニケーションっていうのは今注目され続けてるわけですよ。なのでインセンティブに音声コンテンツを取り入れるっていう提案はしていくべきだと思います。
これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録お願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。